ぶっちゃけ顔採用はありますか。では蓋の方をお願いします。ぶっちゃけこれは絶対に聞かれたくないという逆質問はありますか。せーの。おー、どういう質問ですか。ものすごく調べすぎて、あなたの会社の CEO がこういうものを買収したと思うんですけど、それはどうなんですかとか、あなたの企業は大きいから部署との連携が何とかないので、どんどん自伝を述べすぎて、でそれに対する意見を求められるとどうしようかなっていうのは、何を求めてるのあなたは逆にって、逆質問に逆質問したくなるっていうのはありますなるほど。僕それ側です。要は自分の知識をひけらかしたいんですよね、こちらとしては。でもそれは良くないっていうことですね。反省します。白キツネさんはいかがですか。頑張ってニュースピックス見てきてその意見まくってますみたいな人は絶対聞かれたくないってわけじゃないんですけど、はい、答えますけど答えるテンションは下がります。いや本当に聞きたいと思ってますかっていうところがやっぱ人事として気になっちゃうので、うん、本当に聞きたいと思ってなくて、かつ他の人が述べてるような疑問点だったりとか、うん、投げかけを、まあ、さも自分考えてきましたかのように言われると、そこまで本当にあなたは考えたのかっていうところを問いたくなるので、うん、ただ本気でその方がいろいろ調べてきて疑問に思ってる、聞きたいっていうことは思ってたら感じられるので、そこはぜひお答えしたいっていうことになるんですけど、うん、他の人が言ってることをかじって何か聞かなきゃっていうことで言ってるのはすぐ分かる。うーん、御社の未来の展望を教えていただけますかみたいなことを言われたことあって、うん、でもよく聞いてる人多いと思いますけどね。そうですね、それを、うん、ちなみにあなたはどう思いますかってすぐ私の答えも返すんですけど、うん、その前にあなたはどう思いますかっていうことをまず聞きます、うん、そこでその方なりに考えてきてるものがあれば、それは私の意見として検討させていただくんですけど、うん、そこでうっとなる方もいらっしゃって、うん、そこでこう指導モードになっていろいろ調べていくってことを羅列されるようなことになると、人事としてはうん残念だなって思う。気抜けないな、うん、逆質問で。例えば何をやりたいんですかっていうふうに聞くと、結構コンサルやりたいんですとかマーケティングやりたいんですって言うんですけど、うん、めっちゃあるあるですよ。でって思っちゃうコンサルとマーケティングはただのワードでしかなくて、うん、それで何をしたいのか全く分からなくて、もうその時点でああまたコンサルか、またマーケティングかってぶっちゃけ思います。学生側の気持ちも分かりますけどね。海外行きたいもそうです。海外行きたいもダメなんですか。はい、いやダメじゃないんですよ、はい、海外行きたいで、海外って何したいんですかって聞きたいです、うん、そこはあくまでも通過点だったり、うん、なんか役割でしかないんですけど、うん、そこで出したい成果とか、うん、やってみたいこととか、なんかそういうの聞きたいんですけど、うんうんうん、そこで終わっちゃう方が結構多いです、うん、とりあえず海外に行きたくてっていう、その気持ちはわからんでもないんですけど、行きたい人行ってもらうわけではないので、まあうん、これでもあれ難しい問題ですよね。仕事のことについてわからないから、かっこいいからやっぱマーケ職つきたいとかコンサルやってみたいっていう気持ちもめっちゃわかるんですね。どうすればいいんですか、学生は。コンサルとかじゃなくて、本当に自分がもっとやってみたいこととか、何をやっていたら楽しいのかっていうのを、うん、もっと具体的に自分の経験から見返して、うんうん、自分が言葉にできるもの、うん、っていうので伝えるのが一番いいと思います。入り口としては全然いいと思うんですよね、はい、まずはコンサルに興味あるとかマーケに興味あるはいいと思うんですけど、うん、だったら例えばこう就活のプロセスの中でカジュアル面談みたいな機会もあったりするので、うん、実際にその会社の興味あるマーケティングの人と会ってみるとか、うん、そこで直接話して感じた仕事の魅力とか、うん、どこの部分に共感したのみたいな話になると、あただこう仕事に憧れてるだけじゃないんだなっていうふうに思えるんですけど、うん、そういうアクションないままに表面的な理解だけで言うと、なんか本当になりたいのかなとか、うん、その方を判別する要素としてはちょっと抽象的すぎるなってなっちゃいます。なるほど。じゃあその関連で逆質問がまあ残念であったことによって、それ前までは通そうかなって思ってたけど、もう落とそうっていう合否が逆転することってありますか。せーの。あるんだ。下手なこと聞けないわ。合格が不合格っていうよりは、迷ってる方が不合格っていう意味合いの変化は、うん、が大きいです。だいたい面接してる中で分かってくるので、ただどうしようかな、まだ分からないなこの人って思ってる中で、最後の逆質問であこういう感じかっていうことで判断が決まるっていうのはあります。なるほど。逆質問めちゃくちゃ大事だと私は思います、うんうん、ちなみにどういう質問ですか、さっきの質問以外に。実際仕事って大変なんですかって言われて、大変ですよっていうことをお答えして、それが心配になったらまあいいんですけど、なんでそう思いましたってところで、まあネット情報だけでまあ判断されていて、まあそこでどっちかっていうと私の会社ハードな会社なので、
だからそこを気にしてるんだとしたらむしろ来ない方がいいなとも思うんで、あのそれはそれで一つの価値観なんだと思うんですけど、私の会社は自他ともに認める、まあ、ハードだなって思う側面が強い会社なので、だからそこを気にするんだったら来ない方がむしろ他にもっと適するところがあるんじゃないかなっていう意味合いで、迷ってたら落とされる可能性あるんだ。つまり逆質問で価値観がちょっと垣間見えるから、ある種評価基準というか軸が増えて、あ、やっぱ違うなっていう後押しになるんですかね。黒木先生さんいかがですか。例えば職種的にシフト制とか夜勤とかがあるもので、それに対して逆質問で社内移動ってすぐできますかっていう風に聞かれて、聞きたいけどなそれ働く気ないよねっていう風に思ったので、もうこれは入ったとしても絶対長続きしたいなっていうのはあります。あれですよね、 OB 訪問とか別の方法で聞くべきですね。そう考えると面接という場はもう心のままに動いてたら知らないのにマイナスになっちゃうとか、まあでもそれが結果的に合う合わないになるから、まあそのままで言ってもいい気もしますね。よしあしじゃなくて本当に合う合わないの判断の場なので、逆にそこは思うがままに聞いて、合わないんだったらそこの会社とはちょっと合わなかったんだなっていうだけなので、むしろなんか構えてこう聞かないよりは、本当に気になってたら聞いた方がいいと思いますね。まあ確かに。お二人が経験した学生からの逆質問でピカイチ、あ、いいなと思う逆質問教えてほしいです。人事として聞かれると喋りたくなっちゃうのは、人事としての個人の意見を聞かれた時、例えばまあこうこうこういう理由でこの辺が気になるんですけど、あなたはどう思いますかとか、どんな経験されましたかっていう話であれば、あ、こういう話したいなとか、面接のプロセスの中でおそらくこういうことを伝えるとこの学生さんには響くんじゃないかなとか、共感してもらえるんじゃないかなっていうところで、面接ってあの企業側ももちろん判断をしてるんですけど、学生さんの側も企業を選んでると思うんですよね。なので企業もアピールしたいんですけど、なかなかこうそこを話すきっかけもなかったりするので、最後で、あ、この学生さんぜひ来てほしいっていうメッセージをあの伝えやすいのは、面接官の個人的な意見とか、会社に対する印象みたいなことを聞かれるとちょっと腕まくりして答えたくなっちゃいます。あ、じゃあ魅力をちゃんと自分の言葉で伝えれる機会みたいなところが、確かに面接官って聞いてばっかですもんね。話したくなりません？なります。なりますよね。じゃあ話す機会を提供するっていうのが就活生の逆質問のポイントっていうことですね。特におじさんであればあること話したがりです。確かに。ということで、じゃあ黒狐さんいかがでしょう。私の場合は逆質問の時に聞くだけじゃなくて、自分はこういうふうに思ったんですけどどうでしたかっていうのを自分が今まで説明したことで聞かれたりとか、もしくは会社の理念を読んできたのであれば、そこの理解に対して自分はこう思ったけどどう思ってるんですかジジさんはみたいな感じで聞かれると、あ、こいつちゃんと自分の意見を持った上で自分に聞いてきてるので、あ、これは面白いなっていうふうに思います。で、余計には自分も喋りたくなるっていうのは。なるほど。就活生からの、まあ、逆質問に対して、自分の会社および自分にとって不都合な事実を隠すことはありますか。お願いします。おー、ありがとうございます。分かれていただいて、不都合な、事実を隠すことはないと言っている白木さん、お願いします。まずあまり不都合なことはないっていうことが一つ、で、どちらかというと不都合と捉えられるような側面、仕事がきついとか、要求レベルが高いとか、むしろ話します。賛否両論が分かれそうなポイントとか、会社の考え方って結構はっきりあるので、合う合わないなので、そこをこう隠して、だったら面接の時に言ってくれって学生さんに思わせてもいけないので、一般的には学生さんが気にしそうな働き方とかワークスタイルとか、そういうところは基本的に全部包み隠さずというか、むしろありありと伝えるようにしてます。基本的にはもう不都合と取られるものがあんまりないっていう感じなんですか。はい。それが むしろ特色であるっていう。そうですね、まあ、それが不都合な側面という見方があるのかもしれないんですけど、はい、別にあの私たちは不都合とは考えてないというか、こういう見解です、であとはそれをどう判断されるかっていうようなことなので、なのであんまりそこはむしろ全部話したいですけど、一方で不都合な事実を隠したいと思ったことがある黒木すずさん、どのレベルの不都合かによるんですけど、はい、個人レベルの不都合、はい、それこそ働き方とかそういうのであれば全然いいと思うんですけど、会社レベルで外部に出しちゃいけない情報っていうのは結構あるので、規模感を知られてはいけないので採用人数は答えてはいけないとか、そういうところは絶対答えないっていうのはありますね。なるほど、そういう不都合ですね。採用基準とかどうですか。採用基準はそこまでないので、それこそ
こそガフレキフィーターとかないので、うん、そこは全然答えます。一般的にウェブテストとか SPI テストってあると思うんですが、今ってオンラインで替え玉受験とかやってる人多いと思ってて、ぶっちゃけウェブテスト意味ないなって思いますか？せーの、おー、そうですよね、意味ないですよね。個人的には会社としてはやっぱり採用基準の一つとして使ってますけど、はい、個人的には要素の一つでしかないので、うん、まさに替え玉の問題ってなかなか防げないこともあるんだとしたら、うん、まあ、そんなに個人的には大事じゃないなって思ってます、うんうん、逆に何が大事だと思いますか？面接で話してる時の印象と、まあ、あと自分だけじゃなくそれが他の面接官も含めて思うかっていうことの方が大事で、ウェブテストは一応教科シートの中に欄でありますけど、まあ、学歴と一緒で一定の点数以上だから内定ってこともないですし、ある程度人数が多い場合は LINE として引かせてもらうことはありますけど、選考に入ってる中ではその差で合格不合格が分かることはないです。個人的意見だといらないと思います。ただ会社的な意見だとないと、私がレジュメを何百枚も見ないといけないっていうくらいの応募数があるので、やっぱそこでどうしても一旦引かせていただく。ウェブテストのその基準のなんか点数みたいなのを引いてるっていうことですね。そうですね。でもあれ替え玉できません？あ、できると思います。そうですよね。ただ、うん、そこでウェブテストを受かったとしても、多分それでも合わない人は絶対面接で落ちてしまうので、うん、ただ逆に言うとウェブテストで替え玉してもらって受かった人はある意味素質があったのかなとも思います。人間性というかソフトの面で価値観とかがフィットしてたっていうことですね。2人とも今回本当にぶっちゃけていただいたので、ぶっちゃけていただいたけど、なんか僕が想像していた、例えば学歴フィルターとか顔採用とかあると思ってたので、それがなんかないであったりとか、世の中で言われているネットであったりとか、巷で流れている噂と実情みたいなのの乖離はすごくあるなと思いました。なので今就職活動をしている方、就活生の皆さんはちゃんと誠実にやってたら正しい評価をされるっていう事実は変わらないなっていうのを今回お二人のお話を聞いて思ったので、ぜひ今の話を聞いて今後の面接であったり就職活動に生かしていただけたらなと思います。こちらのお話は日経スタイルさんの記事でも公開されているので、下の概要欄からぜひ見てください。ということで本日はお二人ぶっちゃけた話をしていただいてありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。